俺本普段本当に読まなくて、はい、これまでの人生ほとんどあんま読んでこなかったんですよ、その中でこの横並び、俺の翌日芥川賞作家の畑圭介の前日に本を紹介しなきゃいけない、これすごい、ただ重み半端じゃないと思って、うん、それでどうしようと思って過去の名作を紹介し俺がしたところで、うん、これはもう太刀打ちできないから、もう自分のフィールドにグッと寄せるしかないと思って選んだのが、はい、ラッパーハンニャさん、うん、自伝何者でもないという本になっております、はい、まず般若さんがどういった方なのか説明しますと、1978年生まれのラッパーでございます、うん、もう10枚以上かなのアルバムをリリースしてまして、うん、昨年には日本武道館でのワンマンを成功させており、テレビ朝日の番組フリースタイルダンジョンでは初代ラスボスを務めていらっしゃいました、うん、で最近は俳優業も非常に活発でいろんな映画やドラマでも活躍しております、はい、日本語の、ね、ヒップホップ好きならもう知らない人一人もいません、絶対に、うん、日本語のもうシーン殿堂入りのレジェンドでございます、この方は。で羽根さんが2018年ですね、一昨年の12月かな、はい、発売された自伝本がこの何者でもないとなっておりますね、でまずヒップホップっていうのはもうラッパー自身が自分の言葉で自分の人生や生活を歌うジャンルなんで、うん、その人自身が魅力的だと音楽が素晴らしくなる、うん、ということはそんなで羽根さんはレジェンドのラッパーの書く自伝は、うん、面白い、これもうねもうシンプルな方程式で成り立つんですよこれ、で羽根さんの幼少期の話から今現在の話までもう書いてあるんですが、うん、まあその中で俺の本当にヒップホップ好きなら知ってる、まあ、羽根さん もう本当にレジェンドなんで有名な逸話みたいなのがいくつかあるんですけども、うん、俺が知ってる逸話の中でもそこに関して詳しく書かれてて俺がすごい興味深かったのがあって、うん、はい、その話をしたいんですけれども、ハンニャさんってもともとはね、うん、ハンニャっていうグループの名前だったんですよ。あ、お一人じゃなく、ハンニャっていう3人組だったんですよ、はい、ハンニャさんもともとヨシっていう名前だったんですよね、うん、で相方にルミさんっていう女性のラッパー、はい、で DJ バックさんっていう3人組で高校生の時に組んだんですよ。でルミさんっていうのは同じ学校のクラスの女の子だったんですよね。あ、そうです。バクさんは確か別の学校の人だったのかな。最初はルミさんとヨシさん、うん、兼ハンニャさんと二人で組んだのがハンニャになるんですけどね、うん、で当時90年代かな、鬼だまりっていう伝説的なイベントで、それこそジブラさんとかが出られてたイベントなんですけども、はい、そこに当時10代のハンニャさんが高校生が行って、で、うん、でお前ら上がってこいよって上がって、なんかみんなでこうオープンマイクみたいな、みんなでお客さんも一緒にラップをやるみたいな、場面があったんですけども、その時に上がって、うん、ハンニャさんとルミさんが上がってラップして、うん、でデモテープを当時、はい、ジブラさんにもう本当なんかこう渡して、でドキドキしながら、わやっぱジブラってかっこいいなみたいな感じで二人で帰り道話しながら帰ったらしいんですよ、でその後日、うん、当時そのまた伝説的なヒップホップナイトフライトっていうラジオ番組があって、はい、ユーザーロックさんがパーソナリティを務められたんですが、その番組からハンニャさんの家電に電話かかってきて、うん、ヒップホップナイトフライトの東京 FM のものなんですけどもつって、番組に曲をかけたいんで出てくださいって言われて、そこでそのドリームじゃないですか、でハンニャさんはでその羽根さんが出た回っていうのはジブラさんも出てらっしゃって、はい、ジブラさんとユーザーロックさんと羽根さんが電話で喋ったんですよ。当時17歳の高校生の羽根さんが、そこで羽根さんが渡したデモテープの B 面をかけてもらうんですけども、その B 面ってのはすごい今のシーンへのディス、それこそジブラさんとかユーザーロックさんへの痛烈なディスが書いてある曲を流すんですよ、でジブラさんとユーザーロックさんはその、はい、お前アティチュードがやばいよなんて羽根さんをすごい褒めて、でそれをきっかけに羽根さんの名前がわーって広がるんですよね、でそっから、はい、ハンニャさんがどういう名の広め方したかっていうと、うん、勝ち込みって呼ばれる方法、勝ち込み何かというと、もう東京でやってるクラブイベントにお客さんと行って勝ち込んでいって、人がラップしてる ライブ中に乱入してマイクをぶんどって自分で始めるっていうライブジャック、ライブ嵐的な行為で、はい、名を広めていったんですよ、で、うん、その破天荒なハンニャさん、はい、である時にそのルミさんがマイク、うんうん、勝ち込みをしてるハンニャさんを見て、うん、もうついていけないと思って、うん、マイクを奪われて、ハンニャさんにマイクを奪われたラッパーの怯えた顔を見て、あ、うん、もう無理って思ったらしくて、そっから音信不通になるんですよ、そっからハンニャさん、ヨシという名前からハンニャに変わるんですよ。ハンニャが自然消滅してグループの名前を背負って自分でソロで活動していく、でそっからハンニャさんはもうやっぱり、うん、やっぱり実力がすごいし、とてつもない努力をされて、はい、ソロでそのラッパーがハンニャとしてすごい売れていくんですよね、うん、アルバムも出して、うん、まあ、妄想族っていうグループでも売れたりとかして、はい、でアルバム出して作品で売れて、
まあ、あのワンマンライブも成功させてている順風満帆の時に、うん、アーティストはもう日本のラップ好き全員知ってるスターの状態 で、うん、で2008年に UMB っていう、うん、あの MC バトルに出るんですよ、はい、でもそれって当時異例なことで、うん、MC バトルって無名なラッパーが名を広める場みたいな意味合いが強いんですよ。あ、そうなんだ。だからハンニャさんとかがリスクのミュージシャンとして成功してる人が出るのはリスクしかないというか。あ、そうですよね。ハンニャ、ま、負けたってなるわけですよ。しかも現役の MC バトルやってる人の方がやっぱ強かったりするから、うん、もうハンニャさんが最後に MC バトル出たのは2002年だったりするんですよ。で6年ブランク空いてる状態で、そもそも出なくていいのにもう売れてるのに、うん、もう負けた姿さらされるのも危険なのにハンニャさんは出るんですよね、でまず東京予選に出るんですけれども、やっぱりハンニャさんはやっぱりすごいなと思ったのはやっぱり順当に勝ち上がるんですよ。6年ぶりでブランクあるのに、すごい。で順当に勝ち上がって東京予選の決勝に上がるんですよ、うん、で決勝の相手がねグミさんだったんですよ、でそっから、はい、ハンニャが自然消滅して、うん、音信不通になってから初めて会うのが東京戦の決勝の舞台なんですよね。ドラマ、ドラマでしょ。で、うん、そこでハンニャさんは勝つんですよ、ルミさんに、で勝って、はい、次あの全国大会に進むんですけども、基本的に UMB の全国大会は東京で行われてたんですけども、うん、で今もそうなんですけども、歴史の中で初めて地方大会、うん、地方であの決勝が行われたのが2008年、で、うん、場所大阪なんですよ、でそのとその当時大阪のラッパーでヒダディさん、うん、今も大活躍されてますけど、ヒダディさんってラッパーが当時こう有力視されてたんですよね、うん、優勝候補として、うん、あのまあなんだろうな、もう実力もあるし、うん、多分次取るだろうみたいなこと言われてるのがヒダディさんの中、うん、まあ、しかも観客判定だったりするんですよ、 MC バトルって。あ、そうですか。だからこう観客だから、それで大阪のスターだったヒダディさんが出るから、うん、まあまあ、ヒダディさんがもうすごい優勝候補なのは当たり前 で、ね、そんな中ハンニャさんはどう挑んだかというと、うん、あのまあ、結構みんなね地元から地方の代表とかだったりとかするんで、うん、あのみんな仲間のクルーとか連れてって、うんうん、でセコンドとかつけるんですよ。その中でステージ上で仲間を連れて上がっていくんですけども、ハンニャさんは一人で東京から単身大阪に乗り込んでいって、で入場曲とかがあるんですけども、はい、入場曲みんな自分たちの曲とかかけるんですけど、ハンニャさんだけ中部剛のトンボかけるんですよ、でみんなダボダボのビーボーファッションに身を包む中、ストリートの格好の中、はいはい、ハンニャさんだけ常時シンプルなジャージ、あシンプルで、試合前にコメントはって言って、うん、何やって喋ってから MC バトル始めるんですけど、はいはい、ハンニャさんだけ無言なんですよ。でもう試合当時の試合見たら分かるんですけど、ハンニャさん目が普通じゃないんですよ、もう完全にいっちゃってるんですよ、もう入りきっちゃってて、もうやばいやつなんですよ、でもう単身丸腰で乗り込んだハンニャさんは、うん、準決勝でヒダリーさんも倒して、そのまま優勝がかさっていくんですよ、東京から雨の状態で、単身のその状態で乗って、もうすごいで伝説的な現場なんですけども、はい、その最前に一人、うん、その東京から大阪でなんか東京から東京に大阪でこう、うん、日本一を課された現場を見た大阪の高校生ってのがいるんですよ、うん、それ誰かというと、うん、R してなんですよ、俺の相方の R して、で R しては当時客として見てて、でその東京に日本一を課される瞬間を最前に見た高校生が3年後 UMB で日本一取るんですよ、で R はそっから3連覇するんですよ。でその後去年、うん、R はハンニャさんからフリーサイズダンジョンのラスボスを継ぐんで引き継ぐんですよ。すごい映画じゃないですか。でその最前に R がいた見たその2008年 UMB、うん、R 何歳かって言ったら17歳なんですよ、ハンニャさんがヒップホップナイトフライトに出てジブラさんにフックアップされたしてもらった年齢なんですよ、これドラマでしょ、うん、ヒップホップって面白いんですよ、ね、これ実話ですからね、実話ですよ、DJ 松永さんおすすめの本、ハンニャさんの何者でもない、こちらはアクションのウェブ記事に掲載しています。この本は渋谷のスクランブル交差点の正面にある本屋さん大聖堂書店で注文できるようになっています。クリックして大聖堂書店の問い合わせフォームに必要事項を記入してお買い求めください。